センクラジオショー。おいで。リーダー、 T シャツ偽装のやつじゃないの？うん、寒いからトレーナーですよ。せっかく復活だから今着てきたら？公開着替え。リーダー、これはクラウドファンディングの生きてていいコラボ T シャツ、みんなありがとうございます。白バージョンですね。ありがとうございます。あ、リーダー黒バージョン着てきた。偽装ニートマルコスセブンバンドの、ボーカル作曲作詞担当マルコです。よろしくお願いします。はい、ギターのカトベックです。リーダーよろしくお願いします。ありがとう。パイナップルバナーナ、うん、Thank you。 じゃあ早速いきますか、リーダー。はい、久しぶりだからね、ちょっとね、どんな感じになるかね、ちょっと流れをちょっと頭の中で整理しながらやるからね、みんなも楽しみにしててね。そうなんだ。そうだよ、そうだよ、久しぶり、俺は久しぶりだから。うん、おや、マルコもそうだよ。うん、それでは行きましょう、レッツゴー。はい、ゴー。ミステイクラジオショー、イエーイ。はい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 、そんなわけで、すっかりね、皆様ちょっとご無沙汰をしております。ミステイクラジオショー、ね、正式名称マルコスセブンのミステイクラジオショー、通称ミスラジと、呼ばれておりますけれども、皆さんお気づきですかね、今日ね11月11日なんですよ。土曜日、の夜8時なんですけれども、うん、今まではね、火曜日にね、毎週火曜日の8時、夜8時から、やっていたんですけれども、ちょっといろいろとね、試してみようっていうのがあって、曜日の変更をちょっとしようと、土曜日の8時から、復活第1弾始めようという感じでございまして、第74回マルコスセブンのミステイクラジオショースタートです。こんな感じでいいかな。リーダーおかえり。はい、ただいま帰ってまいりました。ピオちゃんが、ピオちゃんがリーダーさんお元気そうで何より。はいはい、ありがとう。高橋さん定期ありがとうございます。音楽バンド偽装ニートマルコスセブンの音楽エンタメ番組ミスラジ、皆さんぜひシェアフォローよろしくお願いします。リーダーもしかなかなちゃん、こんばんわんこー、こんばんわんこー、ありがとう。ポスタンポシュポシュ、マルコさんリーダーこんばんわ、こんばんわ、はい、こんばんは。今ポスポスって言いました、ポシュポシュ言っちゃった。うん、歯が抜けてるあれかな、もしかしたら。2本抜けてますから、ね、2本抜けてるからね。シュシュ。はい、そんなわけで、私偽装ユニットマルコスセブンのギターカトベックと、マルコスセブンボーカル作詞作曲担当マルコ、はい、今日はこの2人でございます。で、他にねドラムリョウメニアっていうのがおりますんでね、若いイケメン小僧がおりますんで、うん、皆さんよろしくお願いいたします。小僧で、俺からしたら小僧。うん、はい、ということで、何でしょう、自分探しの旅は、はい、旅出ておりますよ。うん、うん、どうだった、うん、いや、どうだったってか、まだ旅の途中だからさ。うん、ピオちゃん、タケちゃんいたな、ポシュポシュ、タケちゃん言うとポシュポシュになるね。カナカナちゃん、チョコ大キュー。で、まあいろいろと、なんだろうね、いろいろこう見つめ直すところもあったりとか、うん、考え方だったりとか、そういうのも含めてね、なんか今までに、なんだろうな、考えてなかったことみたいなのを、うん、なんかこう考えられるようになったっていう方は変だけど、うんうん、なってきてるのかなっていうのはあるので、うんうん、まあ結構そのワクワク感が今強いかな。ワクワクしてる。ワクワクはしてる。で、なぜかっていうとっていうか、本当に今回、まあ、その生配信っていうかさ、ライブをやるに向けても、うん、ちょっと機材をねいろいろと充実させて、うん、ちゃんとした形で皆さんになんか音っていうか、まあ多分ギタープレイだったりとか、そういうのがなんか届けられるようなシステムの構築みたいなこともちょっと考えていて、はいはい、でそのためにまあこのピンマイクだったりとかさ、これヨドバシカメラの店員さんといろいろ話してさ、いやヤマハの06なんだけど、 AG06 なんだけどみたいな話しながらいろんな話して、うん、だったらこういう、うん、そういう使い方するんだったらこういうのがいいんじゃないですか。でも通常だったらね、そういうコンデンサーマイクっていうかさ、音がいいからマルコさんが持ってるそういうマイクの方がいいんだけど、例えば私の場合はもう喋りとギターだから
こういう方が、うんうん、合ってんじゃないかねなんていう話になって、いいお兄さんだね。うん、そうそうそう。でなんか余計ななんかジャック、あ、06だったらこのジャックも必要ですよなんつってさ、なんか700円ぐらいのジャックもさつけてくれたのよ。細かい、ありがとうございます。細かい説明、細かい。うん、で帰ってさ、そのジャックつけてやったらさ全然音鳴らないんだよ。でそのジャックいらないで、このヘッドセットの方にさミニジャックポッて刺したらついて、そのジャックいらなかったから返しに行ったもん。返品したの？返品した。開けちゃったんだけどって、この間あの、ね、もしいらないようだったらまた来てくださいって言われたんでって言って返品してもらった、うん、みたいな、そんなのがあったりとかね。あとちょっとギターもエフェクターをちょっとあのちょっと変えてというか、直接このミキサーにつないで、うん、あの音がいろんな音が出るように、はいはい、それは楽しみだね。うん、みたいな。3つ定期、久々の配信でリーダーいろいろ忘れております。うん、そうね。ピアちゃん、リーダーさん暴走楽しいのかな、にっこりしちゃう。ありがとうありがとう。暴走してんのかな俺ね。エヴァみたいな、なんかな、わかんない、エヴァ中途半端な、すいません。しばらくちょっと1ヶ月以上かなお休みしてたんですけど、ね、リーダーからみんなにこう、うん、はい、伝えたいこととかありますか？お話というかね、うん、あのぜひちょっとここの場をお借りしてお話しようと思ってたのが、うん、やはり我々あのギスユニットマルコス7として7月にね初のクラウドファンディングっていうのに挑戦して、最初は右も左も分かんないまんま、うん、あの始めたんですけど、本当にあの応援してくださる皆さんのおかげで目標金額達成、うん、さらにはその目標金額の倍ね達成したっていうですね、本当にもう ありがたい、もう奇跡的、我々にとって本当奇跡的なというか、もう本当にもうなんだ感謝の言葉しかないというか、うん、あのそういう形で成功させていただいてですね、でまあちょっとお返しをいろいろリターンに関していろいろと、まあ、あのこちらでいろんな作業とか進めていく中で、あのちょっと私の方がですね事情ありまして、なかなかちょっと参加できないと。でちょうどレコーディングとかもね、やってたんですけれども、ちょっとレコーディングに関してもちょっとストップをしたりとか、あと、まあ、10月にね本来だったらそのリターンのお返しでもあったライブですね、ライブの方と、あとはそのライブの次の日のマルコ誕生日、バーベキュー大会、これに関してもですね多分皆さん本当に楽しみにしていてくださったと思うんですよ、スケジュールを開けて。でもこれに関しても、うん、まあ、ちょっと11月、まあ、今年中には絶対にねあのこの日にやります、まあ、来年にはなっちゃうんですけど実施に関しては、そういう形で、ちょっとあの遅れてはおりますが、あの T シャツとグッズかなに関してはですね、皆さんこの T シャツね、この偽装 T シャツでございます、偽装 T シャツ、はい、生きてていいというですね、井上さん、癒され井上さんとの、コラボ T シャツというのもございまして、こういうグッズだったりとかっていうのはお返しはさせていただいてるんですけれども、その他に関しては、まあ、これからですねあのいろいろと作業を進めながらやっていこうかなと思ってますので、皆さん本当お待たせしてますけれども本当に楽しみに待っててください。音源に関してもね、これも何回も俺言ってんだけど、この間も井上さんの番組出て本当言ったんだけど、アレンジ変えてねちょっとあの4曲ほどリリースするんだけれども、これはね今までの偽装をこういい意味でこう覆すというか、リーダーリーダー、はい、すごい作品になってますんで、リーダー、その前にさ、よろしくお願いいたします。その前にさ、はいはい、ね、今日来てくれたみんなとね、支援してくれたみんなね、リーダーのことね待っててくれたんよ。はい、ありがとうございます。うん、大丈夫。ありがとうございます。楽しみに待っててくれて今日来てくれたので、もう本当にね、リーダー大丈夫。大丈夫よ。落ち着いてくださいな。みんなにね本当に待っててくれてありがとうございますっていう。めぐち、あ、めぐちこばはってもいて、いや本当待っててくれてっていうかね、まだちょっと待たせちゃうことになっちゃうんで、うん、本当にあの待っててください。本当にねあの待っていただいて、ちゃんとした形のものをですねしっかりと届けられるまでが我々の恩返しプロジェクトというふうに考えておりますので、ちょっとね時間経っちゃって本当申し訳なかったんですけれども、うん、みんな楽しみに待っててくれとるからさ、まあ、私たちも楽しんでいこうよね。お、楽しんでいきます。ありがとうございます。ありがとう、ピアちゃん、クラファン大成功でしたね。
ライブ楽しみです、ありがとう。あのリベンジワンマンライブ来年頑張ります。吉田子ちゃんこんばんは、まだデーキュー、お誰かハート見投げてくれた、ポスターだ、ポスターハート見たい、キュー、イエーイ、ありがとう、ありがとう、リーダーみんな来てくれたよ、ありがとう、嬉しいよめぐちんこんばんは、とみつもやたか応援隊 Thank you。 お、CD どんぐなんちゃかさんナイスありがとうございます。もうみんな本当にね、ピオちゃんも本当に良かったと、来年待ってますって、ありがとう、うん、吉田子ちゃんナイスありがとう、あ吉田子さんもバラありがとうございます本当にね、もうマルコもあのリーダーの復活を楽しみに待ってましたよリーダー、ありがとう、いや本当にねでも本当に何だろうな、仲間っていうかのありがたさっていうか、そういうのがすごいこう感じることができたっていうか、うん、うん、仲間って、うん、誰、ありがとうございますみんなみんなね、みんなね、みんなってこと、そうそう皆さんのね、うんうん、皆さんに助けられたっていうね、いやもうあのリーダーがちゃんとご飯食べてね、ちゃんとこう自分を体もね大事にしながら、うん、こう今日に向けて整えてくれて、はい、てまたみんなの前で一緒に配信できるのは嬉しい、ありがたいね、うん、ありがたい、でもちょっと整ってない、鼻詰まっちゃってるけど、ま、あそうポスターまずはリーダーが戻ってきてくれて嬉しいです、来たーと、ポスターなんで誰だい誰だい、そういう貴重な言葉、ポスポス、あポスポスありがとう、みんなね本当に待っててくれたもん、はいはい、うん、ありがとうございます、大丈夫リーダーお水飲んでね、大丈夫です、大丈夫、飲み物ある、ありますリーダーシェアした？シェアしましたよ。最初分かんなくてさ、全然なんか LINE の方行っちゃった。あれ LINE じゃねえやっつって、Twitter、あ、X だみたいなのでちょっとバタバタしちゃったんだけど。ピオちゃん、また皆さんで音楽したいですな。ねえ、音楽もうやっぱり音楽って楽しいんだぜっていうね。そうそう。だからこの間もなんかニュース見てたらさ、あの大谷翔平さんがさ、うん、日本のなんか小学生かなんかにさ、グローブをなんか6万個なんか寄付したとかって言って、でみんなで野球しようぜみたいな、うん、こう野球の楽しさっていうのをさ、うん、こう伝えるみたいな、あすごい素敵だなと思ってさ、だから我々はなんかリーダーもさ、音楽が音楽、ね、リーダーもそのギターをさあのどっかの学校に100本くらい寄付すればいいんじゃない？その前にじゃあみんなからまたクラファンでお金集めるいやリーダーの財力でなるほどなるほど、うん、まあちょっと宝くじ当たったら考えるわ、うん、宝くじ当たったらじゃあ今日はみやちゃんリーダーさん苦笑い今日はリーダーギター弾くんですよね？そうね、ちょっと試し弾きみたいなのもあるんだけどさ、音がどういう風に聞けるかっていうさ、うん、はいはい、皆さんにぜひリーダーギターを聴いてほしいということで今日は用意してきてますので、行ってみますか。そうですね、久しぶりのマルコス7オリジナルソングをまずはギターで、でさっき譜面を用意してたんだけど、あんでね、さらに、ね、私ね、どこ行ったの？今ね、ほらギター見て、普通はさギターってさ線がこうブッて入っててさピッてつながるんだけど、うん、ほら線がないのよ。え、フェンダーのやつじゃないの？フェンダーのやつではなくて、フェンダーのやつだとあれも何？あれはでも線つながないと音出ないじゃない？ワイヤレスじゃないじゃない？うん、あ、買ったのねそうおいいじゃんいいじゃん、よしよしよし、トモトモくんさん、あれこれトモトモくんかな、トモトモくんだ、嬉しい、いやみんな来てくれてね、え、いやめっちゃ嬉しいね、あれですよ、土曜日になりますからね皆さん、トモトモくんさんがトモトモくんですオッケー、お願い、そう、今後ミスラジはですね土曜日の夜8時から9時で
やっていきますので、はい、遊びに来てね。ね。各週、とりあえず各週でやってきます。じゃあリーダーお願いします。ちょっと待って、今ロジック立ち上げてるとこだから。え？ロジック立ち上げといて先に。マックスリーさんだ。おかえり。それでは行ってみようかな。ハッピーお礼ソング行っちゃおう。お、クラファンのハッピーお礼ソングというのを作ったんですけど、ね、マルコセブンオリジナルソングですね。まだまだ心の整理ついてないかもですけど、頑張ってではなく、ぬんばってください。ぬんぬんリーダーぬんぬん、えい、これクラウドファンディングのテーマ曲作りました。でちょっと今まで聴いてたやつとね、ワンコーラスだけだったんですけど、ちょっとだけ長くして見たバージョン。今日ありがとう高弘さん、花火が上がっております。ありがとうございました。はい、なんか食ってるね。その前にもなんか食ってたね。私一生懸命演奏してる時にね、うん、その前になんか食ってる。お腹すいた。うん、一生懸命ね、私がこう演奏してる時にねここぞとばかりに食べてましたね。喋らないから、うん、このクラファンのハッピーお礼ソングは今回 CD コースにご支援いただいた皆さんに特典音源としてプレゼントさせていただきます。三つ秋の季節だね。でもこのくらいあんまり美味しくなかった。そういうこと言わない、そういうこと言わないで、ね、あんまり美味しくなかった。いやいや、そういうのはあんまりよろしくないですよ。美味しいときはガンガン言ってもいいけどね、ネガティブなやつはあんまり言わない方がいいですよ。正直でいいでしょう。まあまあまあそうなんだけどね、うん、はい、ありがとうございました。
疲れた？いやもう満足したね、満足したね。今ギター弾けたからね。もう一曲弾けばいいじゃん。もう一曲弾いたらマルコ歌うよじゃん。ああもう一曲じゃあ行ってみようか。じゃあもうあれかな、これはもう譜面なくてもいけるかな。ほんと譜面見ないとさ、もう全然なんかさ、自分でねアレンジしたりとかしてるのにね、なんか独り言言ってますね。あ譜面はないか、ここじゃないか。リーダー、配信だとこういう感じですけど、リアルのライブだとめちゃくちゃかっこいいです。もうリーダーのライブでのギター演奏を見た人たちは、初めての人たちみんなかっこいいっていうなるんだよね、不思議に。いや不思議はちょっと余計だと思うんだけどね。みつ、いつもの調子のリーダー出てるね。いや次な何やる？フライフライフライ行ってみよう。なんかリーダーの通信止まるのかな。ジョージさん、おージョージさんこんばんは。リーダーお帰りなさいってジョージさんが。はい、ありがとう。イエージョージさん。そしたらいつものノリが帰ってきた。マルコセブンオリジナルソング、フライフライフライ、ギターインストバージョンです。皆さんシェアよろしくお願いします。ギスユニットの活動をお休みしてる間もギターだけは なるべく毎日弾くようにしてたみたいですよ。タカさん、タカラマコネキュー、ありがとう。タカイルさん、ありがとう。タカイルさん、タカラマコネキュー、みんなコインゲットしてね。タカイルさん、ローズ、Thank you。いいですね。リアちゃん、ゴー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 、ナイスギフ、Thank you。 イエーイ、ハブイター、ありがとう。ありがとうございます。ギターの腕を上げたカトビックが演奏するフライフライフライ、急いとマルクスセブン、イエーイ、ゴリちゃんにありがとう。ケーキ暇だからヨーグルト食べるマルクス。ギターいいね、イエーイ。
いお届けいたしましたフライフレズズズズズ言ってるけど暑かったズズズズ言ってる蜜しかもヨーグルトでかいやつねよくあるね夜ご飯夜ご飯食べてないからね、うん、今日ヨーグルトで私がこう一生懸命演奏している隙を、ね、ピヨちゃんパチパチ隙を狙って食べてるっていうですねで多分俺が見てないと思ってんだろうね多分ね、うん、ちゃんと見えてるんですちゃんとマルコの方に来てね出してくれたコメントは演奏中、はい読んでるでしょ？うん、ありがたいですね、それね、うん、それとさっきその俺が一生懸命演奏中に何か食べているっていうのは多分全然違うからね、うん、リーダーいいね、やっぱりギター楽しいねそうですね、ちょっとまだね音色、ちょっとこれまだ試し音色だったりするからねいろいろまたいじって今夜ありがとうございます、おめでとうじゃんマルコです。よろしくお願いします。イソニーとマルコセブンです。よろしくお願いいたします。よいしょ。リーダー今ギター弾いたので次マルコじゃ歌いますか。せっかくなんで今日はリーダー復活日だからね。何がいいリーダー。なんだろうね。何がいいかな。復活にふさわしい。何がいい。じゃあホワイトかな。クリスマスソング。うん。じゃあ。百均もさクリスマスのなんか飾り付けいっぱい売ってたねうんもうまあそうだろうなもうこの時期はねじゃあ行ってみますかお願いいたしますギソニーとマルコスセブンオリジナルソングホワイト175久しぶりケンタッキーもマジでみよちゃんケンタッキー好きTonight, shining, the ripple falling, whispering the leaves pale white. Santa's coming, a lot of lights and Christmas trees are beautiful. Yeah, thank you for all. Show me your smile, I'm mad as no man tonight.Dreams come true in the world. Yeah, yeah. It's gonna be the happy, happy. Oh, kimi no motoe, I wo todoke yo. A happy, happy Christmas night. Akai doresu kite, issho ni odoro.Happy Christmas night. Can you just a nice one, thank you. Choo-doo-doo, choo-choo, choo-doo, choo-d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 oo, baby. Choo-choo, choo-doo, choo-d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 oo, baby. Okay, so happy Christmas, Marco, yay! Takarakoku, arigato, chan! Guitar, leader, Katoge. Postan, ine, arigato. Kocha, ine, arigato.Shining, lay a home with wake up for candies, yeah, yeah, yeah. So that's coming, the bells are ringing, Christmas music's everywhere, yeah.赤いドレス着て一緒に踊ろう Yeah, happy, happy Christmas night La 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 Happy, happy Christmas night 間違えた Choo 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 choo
ハッピークリスマスだ。チュ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 ルルルルルルベイベイ。チュ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 ルルルルルルベイベイ。ありがとう高橋さん、ミチカフェ開けてくれて、Thank you。ありがとうスノーマン。ありがとうございます金城さん、ローズ Thank you。 イエーイ。もう一曲じゃあマルコ歌います。ギソリとマルコセブンオリジナルソングタイム。With your own mistake。癒しの夜が帰ってきたね。イエーイ。
キューマスさん、ゴー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 でキュー、石田ちゃんパチパチパチありがとうございます、みんなありがとうございます、ミヤちゃんパチパチパチありがとうございます、ファットスリードンちゃんにありがとうございます、改めましてギスオユニットマルコセブンバンド、ボーカルマルコ、リーダーカトベックでございます、はい、よいしょ、はじめましての皆さん、はじめまして、当たり前だけどすごい当たり前のことでもさっきもあれだね、あのタイムのねギターソロの時にね、ゆうちゃんブーブーってね鼻かんでたね、うん、どういうことなんだろうな、狙っているのかね、狙っていないのか、鼻水出てきたんよ、なるほど、うん、ちょうどいいとこでねブーってやってましたからね、あのさホワイトめっちゃ間違えたでしょ、うん、こあの構成、構成っていうかあのあれね、うん、あのね、おとといかなから、実は発達障害のね、薬のインジュニブっていう薬を1ミリ減らしたんですよ。おうそしたらね、もう、おっぱっぴー。おっぱっぴー それは、どういうことだよ、そのおっぱっぴーっていうのはどういうことなんだいちょっと、ごめんなさいね。ちょっと、その、マルコフレーズがちょっとよく理解できなくてすいませんでした。それはどういうことなんだい、あのね、インチュニブっていう薬は、はい、その衝動とか注意力とかをあの衝動を抑えたり不注意とかを抑えたりする薬なのね。ああ、じゃあそれを減らすと注意力がちょっと散漫してしまったりとか、そう、で頭の中に流れてるなんかピーとかペッペンペンペンとかなんかいろいろ流れてるんですけど、それを抑えてもくれるの。あ、はい、そうなん、マルコさんの中にはそういういろんな音がこう流れてんのね、うん、ほうほうほう、それは1ミリ減らしただけで出てきちゃってるそれでニョキョキョキョとかワンオワンオとか、そう、そう、あのね、そしたらね、普段の何でもそう、ご飯もそうだし、歩いててもこういう曲音聞いてても全然感覚が違くて、もうね、どう歌っていいかどう聴いていいかがまだね、あのバランスが取れてないんです、全然。へー、スイッチがこう切り替わるなんかイメージあるけどね、マルコさんの場合歌になるとさパチンってこう切り替わってこうそこにグワッて集中するっていうイメージなんだけど、うん、そういうことでもないんだ。あ、普段はそうなんだけど今その急に薬を減らしたから。ああ、そういうことなんだ。もうね、いろんなその多分もともとマルコってすごいあのなんかちょっとやばい人だったんですけど、薬で結構冷静に話せてたのがあって、よかった、皆さんよかったですね、今のマルコさんで本当に、うん、だからあの減らす、多分これからどんどん減らしたいなと思ってるんだけど、うん、1ミリ減らしただけでやばくなっちゃう、やばい人、やばい、うん、トリッピーって感じ。いやちょっと皆さんお気をつけくださ いやマルコもなんかもうちょっとね、その自分の感覚の、調整というか落ち着くまで多分2週間くらいかかると思うから。あ、でも逆に そんなもんで落ち着いてくるんだ。いや、そんなもんってその間めちゃくちゃ大変なんですよ。大変なんだけどさでもなんかすごいさ長くこうそういうのに寄り添ってっていうかさ、なんて言うんだろうな、そういうのにこう付き合いながらさ徐々にこう慣らしていくもんなのかなと思ってたの。なんかそういうのって何、いやほら薬を減らしてさ、うん、ハトムタキュー、薬が減ったことによってそのソワソワ感みたいな、ね、みつ他人事っていや結構だからあの減らすのってねすごい大変で、あの減らしたことによって体に影響が出るから、それでまたちょっと戻してまた減らして、うん、また戻しての繰り返しなんですよ、はいはい、なるほどね、うんうん、だからどのくらいかかるかっていうのはあの個人個人で違うから、そう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 、だからあのスムーズに減らせたら一番いいけどねって感じ、うん、うん、だからマルコの、言動とか行動とかがあの1ミリ減らしたことによってちょっと元のマルコに戻ると思うんで、前結構そのおっぱっぴーってことね、そうそう、だから割とさここ何 1、2年くらいは自分でも落ち着いて話せてたんだけど、おお、もう今それできませんよ、ほとんどできませんよ今宣言今私なんか宣告されました私そんなんできませんよ、うん、
宣言されちゃったけれどもね。どう皆さんどうすればいいでしょうか。できませんよって言われちゃったけど。どうすればいいかな。わかりました。はい。ピョちゃん笑ってる。はい、承知。うん、もう私は承知いたしましたとしか言えないからね。うん、そうだね。うん、フギャピーも解禁になる可能性があるかもしんない。フギャピー欲が。ジョージさん、薬減らした分ジョージを注入するといいかもよ。あ、それの方がやばい。ジョージ注入。やばいね。これがオッパッピーだ。オッパッピーマルコがね、徐々に今現れてきてますよ皆さん。お気をつけください。皆さん気をつけてくださいよ。まあ、あと3ミリぐらい残ってますか。あと3ミリしばらく続くか、うん、まだあの抑えられてると思うけど。あ、なるほど。あの全部なくなったら、うん、すごいことになると思う。なるほどね。昨日もあの偽装ユニットのミーティングがあったんですけど。ありましたね。もう終わったらもうバチンって切ってもうすぐいなくなっちゃったもんね。俺がなんか最後まとめの挨拶とか、皆さんじゃあ体注意してねご自愛くださいなんて言おうと思ったらさ、プチッもうすぐもうそれじゃあプチッって言っちゃう。いいな。スタッフと俺だけになっちゃう。あれなんて。もうじっとしてらんないくて、もう俺も結構ねおしっこ我慢してたんずっと。おしっこ我慢しててさ。でもあのすごいだからね、最近知り合った人たちは割とあのマルコ普通の人なんていうイメージだと思うんだけど、うんうん、あの昔から知ってる人たちはあの多分今すっごいマルコ、え、これ今言葉に詰まってんのよ。これってその薬が減ってるからの。ああ、なるほど。本当はもうスラスラいけるんだけど、生きてたのに、うんうんうん、リーダーみたいになってんの。え、どういうこと。あのあれがさ、これがさっつって、なかなかその本当のあれが出てこないっていうね。それカレーだからね、すっかりね。もうカレーライス、おっさんの証だからさ。あれどうなったっつって、これどうなった、あれ取ってみたいな。全然あれがこうなって、これがこうなって、どこなってっつって、そうそうそう、うん、あとあの人あのボーカルのさ、あの人あれあれ、あの人あの人、名前が全然出てこないっていう。高橋さん、宝箱探検 NY 店長ほうピューちゃん、頭の中ぐちゃぐちゃなのかな、きついね。そう、ぐちゃぐちゃワールドでね、すごいよ。もうだからあの曲を作ってる時もね、なんていうの、曲作る時は逆にいいんですよ。いっぱい出てくるから、あふれ出てくるから、メロディーがね。でも薬飲んでる時は割と落ち着いてたから、出てくる量がすごい少なかった。どうしたのリーダー。いや、ちょ聞いてたの。疲れたの。なるほどねと思って聞いてたの。疲れたんですか。手を振ってごまかすなんかわかんないけど、なんか配信でやったら手振ってれば大丈夫かな。じゃあ、あとはもうリーダーにあのお知らせとか告知は任せますんで。はい、了解いたしました。まあ、この番組ね、あのミステイクラジオショーって、まあ、こんな感じで、まあ、音楽ありトークありみたいなね、こ感じでやっておりますんで、あとは本当即興で皆さんからねお題をいただいて、曲を作ろうなんていうねコーナーもあって、でもなかなかちょっとこの、TikTok とかだとね、そうだけどさ、もうすぐ1時間だから限界。リアルでこう2人でこうやったりするのがこう音がずれちゃったりするから、そこはちょっともしかしたら、まあ、YouTube ライブでまた、前はね YouTube ライブでやってたんで、 YouTube ライブでやった方がいいのかなとかっていうのも、まあ、ありつつもですね、まあ、いろんな企画をちょっとこのマルコス7のミステイクラジオショーでは やっていこうと思ってますんで、今日がね、ポスタン2人のやり取りが止まらんですね。私の、復活第1弾まあ、11月11日というですね、1並びの日にですね、土曜日8時からということで、復活して、本当皆様お待たせしてしまって、本当に待っていた皆さんありがとうございます。で、次が11月の25日、各週、11月の25日の土曜日、午後8時からになっております。で、これちょっとまあとりあえずちょっと隔週でやってみようかなんていうですね、まあ、私もほら自分探しの旅の途中ですから、こうやってみようかっていうことでやるんですけど、たまたまね来週実は我々、まあ、ここでしか言わないですけどね、秘密結社なんですよ本当は。なので、
まあそれのですね、秘密結社の会合っていうのがちょっと、海でございましてね、あのそこで、もろもろ集まってね、戦略会議含めてですね、ちょっと映像を撮るっていうのが、ありましてですね、なんかもうこれ見よがしに私が喋り出したらこう食べるっていうですね、これはどういう感じなんだろうな、まあまあまあいいでしょいいでしょ、うんうん、すんげー食べてるけどもね、うん、なので、来週はちょっとたまたまそういうあのミュージックビデオの撮影だったりとか、まあ我々のですね、まあ、代表楽曲になるであろう曲の、ミュージックビデオの撮影等をちょっと撮ってこようかなと。でここは久しぶりにね、両メニアもちょっと参加できそうなので、3人でいろいろとやっていこうかなと、ちょっとスタッフにもちょっと声かけてて、行ってこようかなと思っております。めっちゃ暇だからヨーグルトもりもり食べるまるこ、なので、まあ、ちょっと18はね、まあ、そういうのもあるんで、食べたね、ライブ、ライブというかあの配信ライブはないんですが、11月の25、なんかこう今日から隔週の土曜日の夜8時から9時に、ね、9時というか、はい、基本、そうで慣れてきたりとか慣れてきたりとか、あのイベントの時とかは毎週やったりって感じね。あ、そう、あとちょっとこう時間がちょっと変更になったりとかもあるかもしれない、時間とかね、その週がね、ちょっとそこはその日のあれで、ちょっと動いたりすることもあるかもしれないんですけど、基本は隔週で皆さん覚えておいてください。で X 等でもですね、先生みたいますんで、皆さんね、あのよろしくお願いいたします。ヨリさん、チョコボール美味しいね、チョコボールちゃうでクリアでこれもおっぱっぴーまる子なのかな、これなんか、うん、ヨリちゃん姉様ASMR みたいやのっていう感じですかね。であとはさっきあの冒頭にもお話ししました通り、ちょっとクラウドファンディングでね、ちょっと今まであの止まってた部分っていうのがありまして、これに関しても、ちょっと来年以降、来年以降というか来年にはなってしまうんですが、ライブであったりとか、あとそのライブに紐づいた、マルコバーベキュー大会、マルコの方は多分こっちの方がすげえ楽しみなんだと思うんだけど、肉が食えるっていうのがあってねその辺もね、あの、まあ、こちらで今ちょっと考えているのは、こちらでいくつかちょっとスケジュールを出して、まあ、基本土日になると思うんですね。土曜日ライブ、日曜日バーベキューみたいな感じにはなると思うので、ちょっと土日スケジュールで、こちらからですね、暇だから栗を食べるマルコさんねえ、ちゃんもぐもぐマルコ候補をあの出させていただきます。あのクラウドファンディングでね、そのライブコースをですね、あのエントリーいただいた方にまずちょっと伺って、でその方たちをまあ優先的にというか、ヨリさん栗か、昨日近所の方が栗ご飯もらって食べた。え、栗ご飯美味しいよね。リーダー好き？栗ご飯。栗ご飯好きですよ。美味しいよね。いいな。よろしい。あ、どうぞ。はい、もうどこまで喋ったかわかんないです。栗ご飯はね、栗ご飯じゃないな、なんだっけ、栗ご飯じゃなくて、ライブですわ、ライブと、肉ね、ライブと肉は、まあ11月中ぐらいにというか、この辺でやりたいですっていうのを1回出させていただきます、うん、で、その中で、皆さんのご都合に、まあ、寄り添うような形でできればいいかなと思っておりますので、で一応あのライブハウスに関しては、神楽根、これは変わりません。神楽根で行いたいと思います。でその他にもね、ちょっといろんなちょっとライブハウスの人間とちょっと知り合うことが実は最近結構あってね。ジュジさん肉食べたいな、うん、肉だけ、まあ、対バンにはなっちゃうと思うんですけど、ちょっとね、あのマルコさんも言ってるようにと、ライブをねどんどんちょっとやっていければなっていうふうに思ってます。初めて聞いてよそれ。あのでもほら前から言ってるじゃない、マルコさんはライブやりたい。違う違う、そのライブハウスの、あ、この間っていうかもう昨日一昨日とかの話だからさで昨日ミーティング、ミーティングで言ってなかったよ。うん、そこまで行かなかったね、時間があれだったからね。うん、さんがちゃん、いいなライブね、楽しいよね。そうそうそう。じゃあいっぱいやろう。
あったりするので、まあ、いっぱいっていうかね、チャンスあればっていうか対バンとかでどん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 こうやってって人をお客さんをちょっとでもね、増やしていくっていうことをやっていければいいかなっていうふうに毎週ライブやろう。毎週は多分ね難しいと思うんですよ。だからまあ毎週に近い形ででもねなんかできればいいし。プスプスライブ参加できるといいな。ねえねえプスプス、ね、肉も一緒に食べるしなよこれねこれね気づいた、それなんかあれでしょ、あの前昔なんかあのあれしてたやつじゃない、違うんだっけ。違うのこれね、今日ね100均でね、ほうこれちょっとまだ試してたからなんだけど、あの壁とかキッチンとかに貼るシール、うんうん、100均で3枚買って貼ったもん。おうほうほうほう。でね、すぐ剥がれるの。あ、剥がれるから何度でもできるんだ。そうそう、ちょっと森を復活させようかなと思ってさ。あ、いいじゃないですか。そうで、前使ってた布の森は、布森あるよね。そう、あれはね、あのちょっと違う目的で使ってるから、うんうん、でたまたまダイソーで見つけて、わこれいいと思って貼ってみたの。なるほど。で、うん、多分粘着力も結構あるんだ。あ、そう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 、なんか途中でベローンベローンみたいな。そう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 、それはないん。うん、ジョージさん癒しライブ聞きたいな。ねえ、イエーイ、一緒に歌おうぜ高橋さん、昔の森と違うの。昔の森はもっとね多分ね色が濃くてね、布だもんね、布っていうか、うん、あれはなんかね写真撮影をするときに背景に使う布なんだけど、それって結構ビニールっぽい感じ。これはもう普通のシール、うん、ツルツルのシール、ツルツルのやつだ。うん、そう、ピロンって剥がすこともできる。あ、でなんかリサイクルマークみたいな、なんかそれは、これは違う、これね、あ、偽装ってしようと思ったんだけど、でも時間なくてとりあえずこれだけ貼ったの。あ、途中途中ね、なるほど。あ、なんかリサイクルマークでなんかその森を大事にしようみたいなそういうあれなのかと思ってでもこれはなんか偽装ってしようとしたの。なるほど。そう、衣装、衣装はじゃああれか、 GISOU。 うん、でも場所が足りなかったらあのひらがなにするかも。ひらがな、漢字は難しいの。うん、漢字めんどくさいね。ピュちゃん、しかもミラーリング切ってないから、あ、逆になってるマジか、左右逆に貼るとちょうど読める高谷さんリーダーもなんか後ろになんかさ貼ってよ、おしゃれなの。なんか100均で売ってるから全部。これはその壁用のやつに壁用のやつを重ねてるだけ。どういうこと。壁とかキッチン用のやつに違う種類の壁とかキッチンのやつを切って貼っただけ。あ、わかる？よくわかんなかったね。そのまんまじゃないんだ。それを売ってるわけじゃないんだ。その後ろのやつを売ってて、それをペッ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 ペ貼ってくっていうんじゃないんだ。違う。これマルコ切り抜いたの。お、すごいね。すごいでしょ？うん。ね？これはだからこれとこれね？これ切り抜いて貼ろうって思って。ほうほう。でもまだちょっと森がさ範囲が狭いから、こうやって動くとさ下映るからさ。まあまあそうだね、うんうん、でもうちょっと広げようかなと思って森をね。うん、うん、一緒。はい、皆さんどうですか。皆さんいいですよね森、うん、癒されるでしょ。皆さんどうですか、癒されますよね。えみゆちゃん、森さん、そう、森ちゃん森ちゃんなんかあと告知大丈夫ですか。そうですね、まあ、基本的にはちょっとそのミスラジのところと、あの曜日が変更になりましたよ、あとはちょっとクラウドファンディングに関してはこれから徐々にレコーディングも含めてですね、あの進めて、行きます。でライブの日程だったりとか、みっちゃんほんわかしますな、焼肉パーティーの日程とかっていうのもですね、基本連日、さっきも言った通り土日で連チャンでできればと思っておりますので、その辺もね、他のことで言うことあるって聞いたの。いや、それだけですね。
大丈夫です。それは言ったので大丈夫です。じゃあ、マルコから言っていい？はい、お願いいたします。あのリーダーがお休みしてる間、勝手にマルコのミュージックステーションっていうのをラジオトークでやってたんですけど、収録でね。で戻ってきたらやめようと思ってたんだけど、まあせっかく楽しくてみんなからも結構お便りもいただけて嬉しいので、マルステを継続いたします。素晴らしい、高井さん、ね、勝手にマルコのミュージックステーション、ラジオトークアプリ無料で聞けます。 Spotify でも聞けます。ぜひメッセージ送ってね。ピオちゃん、ぜひ続けてほしいです。めっちゃ嬉しい。そう、あのね、なんかね、やってたら意外と楽しくて、最初はなんか どうしようかなと思ったんだけど、でちょうどそのミスラジが隔週になるから、間の週の土曜日に収録をアップしようかなって。うん、だから丸捨ても隔週で、うんうん、ラジオトークでアップして、そしたらちょうどなんかいいかなって思って。いいですね。どう思う？いや、いい？いいと思います。はい、いや、あ、たまたまくるさん、ごーちゃん、パチパチありがとう。ゆうちゃん、無理しないでね。ありがとう。ほら、皆さんからのお便りをもとにさ、うん、まあ、作詞作曲みたいな感じでね、なんか曲をこう作っちゃうみたいなのもあったりとかするから、非常に面白いよね。あれだから、作詞作曲のところは、まあ、リーダーがもし一緒にできるんだったらやってもいいかなって思って。それは、丸捨ての方でっていうこと？うん、一緒にっていうのはどういうこと？作るの、ラジオトークで。え、普通に音だけ作るの？でも大変か、リーダー。うん、毎週っていうか隔週だったら、そうね、週に、そうね、それ、そうね、結構大変？そうだね、ま、うん、1週間でなんとなく作るイメージでやっとかないとあれだもんね。簡単によ、簡単に。うんうん大変らしいからいいや。そうだね、マリコ一人でやります。ポスター、たくさん聞けるの嬉しいですね。いや、もうめっちゃ嬉しい。もうたまに多分あの不定期でリーダーがカトベックのグレープフルーツストーリーをもうログインの仕方忘れちゃってるから。なんでやねん、わかんないけどヤオニさん、今ちょっと収録聞いたよ、いい感じだね、嬉しい、ありがとう、めっちゃ嬉しい。もうほんとラジオトークってね、ジョージさんとは出会ってるので。リーダー聞いてる？はい、聞いてますよじゃあそろそろあれかな、うん、リーダー、あの思考停止してます3つ、マルステもミスラジも2人にとって体もメンタルも無理のない範囲でやっていてもらえればなと思うです。優しい、もうありがとう。ゆうちゃん、グレフル懐かしいって。懐かしいよ ね、 あのね、うん、マルコのね、マルステの収録を聞き終わるとね、だいたいリーダーのグレフルの収録に変わるんだよ。あ、ほんと、それ何なんだろうね。アルゴリズムがなんかわかんないけど、ね、だいたい、はい、カトベックですっていう。そんな入りそんな入りだったの？それをいつも、あ、グレフルもグレープフルーツストーリーもリーダーだから、まあ、あの3分とかでもいいからさ、今度上げてみてよ。あれだもんね、今度あの編集も簡単っていうか、あのロジックとかで音作ってさ、パソコンでちゃちゃって編集してアップできたりもするんだもんね。あ、できるできる。うん、うん、あのやっぱりね、このこっちのモバイルで全部こうやるの、もう目がもうしょぼしょぼで、なかなかね編集が難しいのよいらないとこカットするやつね。あ、そう、カットしたりとかするやつね。あとほら曲を乗っけたりとかさ、はいはい、それのタイミングとかさ、そういうのがもう結構ね大変なことになっちゃってたね。リーダーも顔が今あの始まった時と比べて相当疲れて全然大丈夫よ。ゆうちゃん眠くなってきたってねえ、はい、お水飲んでないっしょ。お水飲んだ？うん、飲んでなかったね。うん、そんなことで皆さん飲んだ方がいいよ。はい、もうあれだもんね、もうそろそろエンディングですから番組終了後に飲ませていただきますマルコさんはあれだもんね、 飲んでね、ヨーグルトだとか甘栗だとかさ、そういうので全部栄養補給してるもんね、うん、番組中にね。美味しかった。
ありがとう。うん、よくわかんないけど。ギソーニーとマルコスセブンの情報は、X や、公式 LINE もございます。なので皆さんぜひ公式 LINE、X の方から登録してくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。嬉しいです。でも不定期ですが、情報送ります。ね、本当に応援してくださってるファンの皆さん、でも何て言うんだろうな、結構さ、こうスタッフ的な動きもさしてくれたりとかしたじゃない、そのクラファンの時に拡散してくれたりとかさ、あれ本当すごく嬉しくて、うん、だからこれからも ね、 ね、本当に皆さんもう一人一人が宣伝部長っていうことでね、我々一緒にね、なんか偽装ユニットの音楽もそうだし、我々のこのキャラクターもそうだし、なんかみんなで一緒にこう広げていけたらいいなと思ってるんで、うん、みんなでちょっと盛り上げていきましょう。ご協力お願いします。お願いします。楽しい音楽を広げていきましょう。高代さん、天気ありがとう。偽装ユニット公式 LINE 最新情報限定情報をお届けします。ぜひ登録してね。偽装ユニット&マルコのポストから、 X からどうぞ。ポストじゃない、X だからね。あ、そうだ、今日これでやろうと思ってると忘れてたわ。ない、あの、これね、あれなんだっけ、何ヘッドホン、こっちのイヤホンでやっちゃってたわ。どっちでもいいよ。これで、これね、これでやろうと思ってたの。ちょっと忘れてた。あの新しく買ったやつね。そう、新しいやつね。うん、本当はね、マルコさんの、それがさ、やっぱり良かったんだけど、ヤマハの MK だっけ、うんうん、だったかな、うん、そう、それにちょっと近い見た目がそっちの方が良かったんでしょ。うん、見た目も良かったし、ちょうどヤマハ取り扱ってないお店だったのよ。見してヤマハ、もう閉まっちゃったよ、もう。もう開けて。ジョージさん、ツイッターの方がいいよね。イーロンマスクさん、そう、マルコもね、そうなんですよ。ね、赤色な。そう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 、オーストリアンオーディオっていうね。かっこいいね。これで、レコーディングとかそういうのはね、今後ちょっとやっていこうかなと思っておりますんで。いいね、モチベーション上がりますね。うんうん、昨日のね、その偽装ミーティングでも、なんかマルコの一つの目標で、イーロンマスクさんみたいなスポンサーをつけるっていう目標を書いたんです。すごいよね。まあ、ある種、まあ、金持ちってことだよね。アラブの大富豪とかさ。だって夢がさ、宇宙で歌うことだからさ、宇宙でライブするためにやっぱイーロンさんぐらいの方にスポンサーについてもらわないと叶えないでしょ。そうだね。酸素とかどうすればいいんだろうね。トマトムくんさんが、じゃん、かっこいいですね。色も良くて。ヘッドホンかっこいいって。あ、ありがとう。でもね、この聞いた感じもね、めちゃめちゃ良かったのね、本当に。よかったね。ああ、すごいラッキー。出会いって素敵だなと思うね。いろんな出会い、こういう機材とかの出会いもそうだしね、皆さんとかで出会えるのも、本当に素敵なことだなって思ってるので、本当にね、一日一日を、なんだろうな、噛み締めながら一生懸命噛み締めてんの？楽しみながらいければいい。楽しい気持ちを最後にギターで表現してください。今日の今の気持ちを。ああ、これもうちょっと今ね、こっちに置いちゃった。ギターリスト。よしよし。だって俺あれよ、この間さ、井上さんのね、癒され井上のアンサインドっていう鳥越 FM アズーリのさ、番組出たんだけどね、ギタリストなのにギターを持ってかないっていう暴挙に出たからね、俺はね。重たいからでしょ。え？重たいから。
マルコの舞ありがとうございました。ユージさん、月面でライブできたらいいよね。ともともくさん、ごちゃぽちぽちありがとうございます。ウィンツ、なんだこれ。いいんで、表現ね、表現は自由ですから。ユージさん、マルコ振り付けへん。あ、いや、もう表現は自由ですから。あ、ありです、ありです。ゴルちゃん、マルちゃん、リーダー最高、イエーイ、ゴルちゃんも最高、ありがとう、最高ですって、タカちゃん言うよ、最近最高です、インコタカちゃん最高です、絶好調って、おーいいね、前向きな。でキッシャキッシャシュッポシュッポシュッポッポーっつって、フギャッピしてるからね。あ、そう、うん、リーダーフギャッピ何回ぐらい、もう今はちょっとあれだね、その自分探しの旅になってからちょっとね、そういうあれではなくなってるからさ、今しぼんじゃった、全然しぼんじゃって、失礼なこと言うの。失礼なこと言うな言ってるのも変な話だけどさ。どう答えればいいんだ俺それをさ。いや、まだまだ元気だよっていうのもなんか変だしさ、ビンビンだぜ。それも変だろ。マクスイのチャイナありがとう、みんな死亡物。あ、ちょっと確認しようとしてる。違うわ違う、ここはこのピンマイクの、ピンマイクのやつがね、ちょっと股間の何に引っかかっちゃってさ、そんなことじゃない、やべ、バンされるわ、そんなこと言って、うん、はい、いや、そんなことで、皆さんありがとうございました。これは1時間番組ですからね、これね、皆さん、あの毎回言ってるんですけどもね、去年ぐらいからもずっと言ってるんですけれどもね、ユージさん、今はやめて、今確認はやめて、ポスター頑張ってて。じゃあそのことで皆さん、またちょっと私復活第一弾ということでね、いや、よかったよかった、いや、マルコてっきりさ、リョウ君も呼んでんのかと思ったんだけど、あのね、リョウ君呼んだのよ、呼んだっていうか、あのこの日やるよって言って、うんうん、そしたらね、ダメだったスケジュールが、あ、そうかそうか、まあ、またりょうくんもね、一緒にね、あ、で、そう、明日もダメだったわ、今日明日がダメだっつって、うんうんうん、明日なんかあった、あれ明日ソーシーズね、あ、ソーシーズか、そうそうそうね、あのアレンジお願いした、あ、このノッツのバンドが明日ワンマンライブが、どこだ、大手町か、大手町三井ホールでございます。あ、でね、一応ね、俺ラムシーニーにも声かけたらさ、ぜひ見に行きますっつって、うん、ラムシーニーも来るよ。え、本当に、うんうん、マジか、だから偽装ファミリーが集まるんだよ。ともともくん3号じゃ、リーダーあっちも頑張って復活してね、うん、あっちね、うん、あちらね、あちら様もね、うん、もうちょっとかな、もうちょっとしてからじゃないとね、もうちょっとしたらビンビンになる、いや、わかんない。これビンビンとかそういうのは大丈夫な、バンされないんだね、これね、もう多分大丈夫ですよ。え、皆さんに、あの、まあ、マルコから、マルコの個人の方の、告知も最後にじゃあ、お願いいたします。はい、さっきの勝手の丸捨ての話もしたんですけど、月曜日はですね、この TikTok で夜8時から9時、月曜夜8時から9時、カウンセラーの井上さんと歌うマルコ、そして皆さんと一緒に、心の謎や相談、ほら、言えないでしょ、スムーズに言えなくなったの、薬減らしたわ。え、前は結構スラスラ言えてたもんね。でしょ、言えなくなったの。それは何、頭の中にいろんなのがヒャーとかピロ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 ワホンワホンみたいなのが鳴ってるわけ。うん、そう、いろんなのが出てるからね。おー、だから月曜日は夜8時から9時で、心が晴れるラジオ、お悩み相談のラジオをやります。やります。で、水曜日はインスタライブの方で、できる子のあやこちゃんと一緒に、まるちゃんあやちゃんのドキドキナイトレディオというガールズトーク生配信をやりました。もう下ネタが多いよね、下ネタオンリーの結構感じもあったりするけどね。復活するかもしれない、復活するかも。何が何が何がリーダー、その AG06 さ、あの、これいいでしょ、リバーブね。ああ、
何が復活、あ、はい、いいです。何が復活するかもっていうのは、何が復活するのかなって、それは聞いておきたかったね。え、3つフギャピー解禁。いやだからさ、その冷静に話せてたから抑えられてたのよ、そのフギャピーも下ネタもね。あー、なるほど。そう、でも1ミリ薬減らしたから多分下ネタも復活すると思うよ。そうか、解禁ってことだ。フリーダムになるわけだ。あーなるほど、これは皆さん乞うご期待でございますね。乞うご期待、あやちゃんが困る。はい、乞うご期待でございます。ピヨちゃんが入った時は多分ピヨちゃんも一緒に盛り上がってくれると思うけどね。うんうん、いいんじゃない。またこいいない、また確認して。違う違う、これ引っかかるのよ、この内側からね、内側からそのピンマイク線をちょっと入れてるもんだからさ。え、バナナが引っかかるの。そう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 。その中途半端な振りはやめてくれよ。で、水曜日がドキ、ドキラジ、ドキラジです。はい、うん、なのであとはね、通常の個人配信はちょっとまだ考え中っていうのもあって、それもまあ自分の病気の治療とかも優先をしていきたいなっていうのと、あとね、コンテンツをちょっと増やしたいなと思って、偽装のね、偽装ユニットで の音楽コンテンツかな、まあ楽曲だったりでもミュージックビデオだったり、うん、まあそうね、そういうものを増やしたいので、ちょっと作って本当に皆さんに聞いてもらいたいなっていうのはあるから、うん、それをちょっと力を入れていけたらなっていう話を昨日はしてましたね。で、なんかね、大阪とか神戸とかにライブしに行きませんかとかって話とかもいただいてたんですけど、ちょっとマルコの体調が多分遠方に行っちゃうと迷惑かけちゃうから、ので日帰りだったら行きますって言った。なかなか大阪関西方面日帰りでライブってなかなか厳しいものがありますけれどもね、うん、そう、日帰りだとね全然帰って休めるからいいんだけどね。さあ、どうしたらいいだ、他には何かございますか。他はもう、あとはもうクラウドファンディングのリターンを一生懸命作ってお返しするってことですよね。そうですね、音を返す、うん、ま、恩返しですから、うん、やっぱ音の部分っていうのが今残っちゃってるのでね、うん、そこをしっかりとちょっと作って皆さんにね楽しんでいただければいいかなと思っておりますんで。だってたくさん、もう本当にたくさんご支援していただいてるから、うんうん、早く返したい。ね、うん、その辺もね、また多分産声さんのページだったりとか X だったりとか LINE だったりとかでいろいろと、まあ、情報をアップしていきますので、皆さんよろしくお願いいたします。よいしょ、ここ引っかかっちゃう。これまたまたかかって、違う違う、ここのねソファーのねこう間のこうなんつうんだろうな、こう切れ目みたいなとこにピッと挟まって、これがねブーンってなっちゃうね、なんかこう引っ張られちゃってさ、ガサ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 言っちゃうからさ。さ、多分角度がさ、良かったな、うん、角度がさ、ちょうどさバナナが映る角度だからちょっと上げた方がいいね。あー、なるほどね、これだんだん下がってきちゃったんだ、うん、お前多分な、あ、こういう感じで、あ、大丈夫かな、こういう感じでどう。ギター持ってると大丈夫なのよ、はいはい、ギターがちゃんと映るあれにしてたからさ俺、はい、うん、じゃあ今日どうだった。皆さんありがとうございました。すっかり楽しめました。楽しかった。うん、楽しくやらせていただきました。、うん、じゃあそろそろ、終演ということで、
皆様よろしくお願いいたします。今後ともギーソンユニットマルコス7、そして、マルコス7のミステイクラジオショーよろしくお願いいたします。でその他にもマルコさんがやっている、癒され井上さんとのハレジオだったり、できる子綾子さんとやっている、ドキラジだったり、あとはマルコさんがやっている勝手にマルコステーション、この辺もですね、コンテンツいっぱいいっぱい、毎週ね上げていきますんで、一つよろしくお願いいたします。リーダーお疲れ様でした。ありがとうございました。皆さんはいどうまとめたけども、まとめなくていいよ。あ、そう。じゃあ、それで、うん。ではでは、ありがとうございました。また再来週。よろしく。これどうやって切るんだこれ。いいだ。ゆっくり休んでね。はい。またね。ありがとうございます。お疲れちゃん。では皆さん、はい、お疲れ様です。皆さんもそうね、体ご注意ください。私もなんかね、調子ちょっとなんか悪かったりみたいな感じだったりするんで。あったかくしてね。ではでは、うん。ではでは、お疲れちゃん。ギソユニットマルコセブンのカトベックと、マルコセブン、ボーカル、マルコ、はい、ということで、バイバイ。マルコセブンのミステイクラジオショー。